さんどうもこんにちは。突然ですが皆さんは、巨人になるのと超小さくなるのだったらどっちになりたいですか？私は巨人になりたい、霊夢だよ。同じく巨人になりたい、マリサだぜ。二人は巨人になりたいのかぁ。あんたはどっちになりたいの？私も巨人かなぁ。巨人の方が踏みつぶされる危険がないからな。ということで本日は、巨人を育てていくゲームを実況していきたいと思います。面白そう。それでは早速ゲームスタート。巨人の進化の世界にようこそ。ここで、進化する巨人を育てることができます。進化する巨人か。普通の巨人ではないのね。巨人を育てるための食べ物には3種類あります。ただし、使用する食べ物により進化の結果が左右されることをお忘れなく。さあ、巨人の餌をやるに挑戦しましょう。食べ物によって進化が左右されるのね。一般的な育成ゲームって感じだぜ。こいつを育成していきます。うまいうまい、人間の肉、うまい。いきなり人間を与えちまったぜ。よくできました。食べ物は小包みにより届けられるため限りがあります。なるほどねー。食べ物は無限にあるわけじゃないと。食べ物を受け取ってこよう。どれどれ、食べ物、食べたい。あんたが受け取るのね。このオートフィーダーを使えば、ペットに与える食べ物の種類と量をあらかじめ決めておくことができます。こういうのワンちゃん猫ちゃん用にあるわよね。このボタンを押すと、巨人が冒険へと旅立ちます。なるほどな、ただ餌を与えるだけじゃなくて旅もさせられると。とりあえず石でもあげてみましょう。石？わーい、石だ石だ。食べたわ。石なんて食えるのかよ。おお、進化した。早くない？一体どんな見た目になるんだ。うおー、進化進化ムキムキになったこれ、筋肉の石だったんだわ。最初の進化が完了しました。ここで巨人の進化ルートを追跡可能です。お、見てみたい見てみたい。ムキムキ巨人。野菜を食べると体が成長するのは今も昔も変わらない事実。細かい情報も見れるぜ。それでは引き続き、どんどん餌をあげていきましょう。まるまるっちやってるみたいね。確かに、どう進化するのかワクワクする感じが似てる。食べることは進化すること、どんどん食べて大きくなるぜ。こいつもだんだん愛着が湧いてくるのかしら。愛情を注いで育てていけば可愛く思えてくるよ。美味しい、この石美味しい。どんな味なのか気になってくるんだぜ。石をあげ続けていたらまた進化しそうです。石の巨人になるんじゃないの？それゴーレムじゃねえか。チェーンジ。うわぁ、化け物ただの化け物が誕生したわ。腕ムキムキ巨人に進化しました。いやムキムキというより、腕が本体になってねえか。肘なのか肩なのかわからないけどヤバすぎるわ。とんでもない巨人になってしまった。腕がなんだか重たいぞ。なんで重たいんだ。腕で歩いてるよ。進化はここで終わらないわ。もっと食べさせてより強靭な巨人になりましょう。ん？ミニゲーム。なんだ、このミニゲームは。餌を獲得できるんじゃない？左右をタップすればいいのかな？お、いい感じいい感じ。ところでこの気味悪い奴は何なんだ？なんでしょう？巨人の神だと思うことにしましょう。だいぶ餌が溜まったな。ちょこちょこミニゲームもやっていこう。まだ序盤の進化だったんだな。もしかしてこの枝分かれしてるの全部巨人？とんでもない種類の巨人がいるね。これ、全部埋めるとなるとめちゃくちゃ大変そうだな。巨人図鑑を完成させて巨人マスターになろう、どこかで聞いたことあるんですけど。巨人、進化どこに分岐するのか。飛行手来たコンプラ的にアウトな巨人になってしまったんですが。化け物であることに変わりはないわ。ルックン、もっと進化するわよ。頼むから早く進化してくれ。どうか次の巨人は強そうなやつでお願いします。いでよ、究極の巨人。増物物出せてた。防御力低そうねー。巨人って本当に性別がないのかな？頭の中で悶々と考えるよりも、体を解放して答えを探すことにしたんだ。でも寒い時には真似しちゃダメだよ。風邪ひいちゃうぞ。いや夏でもダメだろこれは。まあさっきの巨人より強そうなのになりました。今のところまっすぐに進化していってるのね。ここまでまっすぐなのもすげえな。さあこの先どう進むのか。ヘラヘラ巨人、もっと食べて進化するのよ。お腹が冷えるな。次は骨の巨人とかにならないよね。鎧の巨人みたいなのがいいな。でか。これはこれで巨人らしい巨人ね。もっと食べたいな。顔が可愛い巨人になりました。なんか絵本に出てきそうな心優しい巨人みたい。人間の肉食えて。見た目に騙されてる。どんどん進化の過程を進んでおります。
おめでとうございます。いくつかのレベルで巨人が進化しました。ここで生まれ変わりか進化を選べます。え、生まれ変わることもできるの？生まれ変わり、初期状態に戻ります。進化、次の段階へと進化しますが、それには特殊な原料が必要です。これはスターライト DNA と呼ばれる特殊な原料です。巨人が生まれ変わる際に手に入れたり、マーケットで購入できます。なるほど、生まれ変わって一からやり直す代わりに、この貴重な DNA がもらえるのか。ここから先はそう簡単に進化はできなくなるってことだぜ。今回は無料で巨人の進化をお手伝いします。おお、太っ腹。それじゃあ早速進化してみましょう。きたー、巨人らしい巨人になったわ。ごっつい巨人だな。顔は笑顔だけど体のいかつさが半端じゃない。骨むき出し巨人、体の外に骨が飛び出しちまったってよ。大丈夫だからとりあえずおとなしくしててね。ナルトにこんなキャラいたわね。そうそう、骨を武器にして戦うね。こいつ、このまま進化していったらどうなるんだ。今日の私も最高に決まってるわ。なんか言ってやれ。アホ、間抜け。レイレベルな暴言言ってどうする。ガオー、マガオやめてー。ちょっとオープン主先生、これのどこがテストなのよ。私にもわかりません。これどうしたらクリアになるんだ。この上半身裸のおっさんを殴り飛ばせばいいのかしら。ストップ。おっさんは鏡を見ている状況だろうね。ん、曇らせたぜ。スマイルスマイル。これでクリアかよ。おいお前、一緒のところにいちゃバランスが取れねえだろ。俺が反対にいたって無理だぞ。これは困ったわねー。どうバランスを取ったらいいものか。こいつに痩せてもらう。この短時間で。正解はこうだ。なるほど、こうやってバランスを取るのね。あいつら落下してんじゃねえか。困った時は降りてみよう。ん？なんかどこかで見たことがあるような。トロールと。ああ、あのトロールで忍術を使うだってばような忍者か。何それ。折り紙ってなんでこんなに複雑なんだ。豚かな？どこでそう判断した。そもそもこいつが持ってるの折り紙じゃなくてトイレットペーパーじゃ。折り紙がなかったから代用したんじゃない。すげー、トイレットペーパーで折れた。でこれじゃダメなのかよ。折れるのは折れるんだけど何かが違うんだよな。どうやら相当こだわりが強いみたいね。トロールとでは確かにこのやり方で作ってたのにな。トロールとは折り紙を教えてくれるアニメなのか。そいや、俺には折り紙の才能はないのか。いや、そんなことはない。あ、色が白いから出来がいまいちに感じるんじゃねえか。ああ、確かにそれはあるかも。ちょっとあんた、その髪を見本と同じ色の髪にしなさい。うわあ、来たねー。アドバイスなんてしなきゃよかったんだぜ。トイレットペーパーで折ってた時点でやべえやつだったわ。